失礼します。あれユーストのマイクは、ああ、あるな。はい、ツイキャス OK です。じゃあお願いします。はいよ。カメラ2つあるでしょ。これとこっちもあるじゃない。あ、はい、うん、これツイキャス、ツイキャスわかる。あ、うん、ツイキャス。で、この2つある。僕と、これはユーストリーム。別なんですよ。別別。聞かれたのを答える感じで。うん、まあ、言ったくして。だんだん緊張してきました。ん？緊張してきました。ね？いつもね。はい、皆さんこんばんちは。ブッシュランドのお時間ですよ。この時間のお相手はいつもいつもですが、ペッチョチョウさんですよ。いや、平安さんですよ。ペッチョチョウさんってね、あの僕のツイッターアカウントがあるわけはい、この番組ブッシュランドは何もない土地を開拓し、創造する力と新しい世界を築き上げていこうという番組です。前半のコーナー、チラオの小部屋ではいろいろなジャンルの音楽をお届けして、後半ではね、ゲストの方をお迎えして楽しいトーク、お得な情報をお伝えしていこうかなと思ってますよ。19時までの1時間ちょっと噛んでしまった。19時までの1時間、どうぞお楽しみくださいね。この番組の提供は、元気な子豚を育てる赤峰ファーム、ババン、親切で親しみやすい相談者の味方、遠山隆義税理士事務所の提供でお送りします。はい、こんな感じでやっていきますが、今、ユーストツイキャスは、音も画像も電波では流れてないけど、音も入ってるからさ。そうなんですか。じゃあなんか、だから責任ある発言をしてください。わかりますあ、こんばんは、はじめましてって、お父さん、ありがとうございます。ありがとうございます。手振ったらいいですよ、お父ちゃんはい、映ってるまあこんなね、レシスト、あれ、いつだったかな、前ね。そうですね、去年の去年12月ぐらいだったと思いますよ、確か。そんななんか、なんか寒かったです。そんなことなかったです。11月、12月ぐらいだったかなと思いますけどね。あれからはもうない？村田さんのところ、その後行ったぐらい？そうですね、あれからは行ってないですね。ゆうこりんの番組にも出たりしてた？そう、出たことないですね。なんか、ユーストベッテルさんね。ああ、なんかいろいろ、すごいいろんな活動されてますよね。うん、そうそう。昨日待ってたけどさ。本日は会ってたけど。昨日も行ったわけや。クリップこれ、カエルスタジオが。あ、間違ったっけ。自分に。はい、改めましてこんばんちは、ブッシュランドのお時間です。この時間のお相手はペッチョチョさんこと平安信彦さんがお届けいたしますよ。ペッチョチョさんが何かわからないと思うけど、
教えません。はい、ということで本日のゲストを紹介しましょう。この方ですよ、どうぞ自己紹介どうぞ。どうもはじめまして、はい、うん、玉本さゆりと言います。たまちゃん、はい、たまちゃんです、よろしくお願いします。はい、はい、ねえ、まあさっきねちょこちょこっと話してたんだけど、はい、前回お会いしたのが去年の12月ぐらい。そうですね、うん、はい、ね、何だったっけ、セミナーやってたんだよね、あれ、はい、YouTube のセミナーかな、YouTube の、そうですね、ね、はい、で、あれから、あ、そう、そう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 、あの、ヒカキンさんとかのね、ヒカキンね、はい、一応紹介して、いわゆる YouTuber ってですね、はい、YouTuber ってですね、あれからどうですか、あの、セミナーを受けて、はい、YouTuber のこと、僕、YouTuber って言葉、あの時初めて知ったんだけど、私もそうなんですよ。あ、本当？なんかだけど何の話してんのかなって最初思って、ね、うん、ね、今ね、YouTube のセミナーとか多いね、うん、そうですね、結構、ね、はい、あちこちで聞きますね。ね、うん、ね、あれからどうですか、YouTuber としては。YouTuber としては、うん、小銭稼げてたらいいなっていう、いや、世界ね、あれね、ですけどね、そんなにね。そうですね。でも、うん、ほら、たまちゃんのね、さ、後でもまた触れようかなと思うけど、はい、YouTube でね、はい、まあ、作品があるじゃないですか。あ、はい。何でしたっけ。あのピヨミ日記っていう、うん、まあ、簡単なアニメというほど動かないんですけれども、うん、なんかパラパラ漫画的なそう、ね、って言うんですかね、ピヨミ日記、ピヨミ日記ですね、はい、今15話まで作ってますね、うん、なんかすごくゆるい感じの、ゆるい感じでね、1分弱ぐらいの漫画ですね、うん、はい、そうで、これが YouTube に上がっているんですね、はい、そうです、そこら辺のお話とかもね、はい、聞こうかなと思ってますが、あ、そう、今自己紹介、お名前を紹介したけど、はい、何屋さんですかっていう、そうですね、な、何屋、いろいろやってるんですけ ど名刺には何て書いてあるの。名刺も実はたくさんあって、あの会話の生まれる名刺っていうものがあってですね、うんうんうん、でそれから、まあ、先に作った感じなんですけれども、うんうん、あの名刺交換の時に、うん、なんていうんですかね、名刺交換しただけでそのまま黙って、あ、じゃあ次何かあれば連絡しますとかって言って、結局名刺を忘れられたりとか、うん、存在自体忘れられちゃうっていうことが多いなと思ったんで、うん、で、まあ、デザイン、グラフィックデザインの仕事をしていますので、うん、まあそれを、なんていうんですかね、提案していこうっていうことで、はい、やってるんですけど、ただ何やかっていうと、うんうん、あのイラストを描いたりとか、あとは、うん、あの2012年に絵本をですね、うん、そうそうそう、ね、出版させてもらったんで、まあ、手元にあるけどね、はい、まあ、この話もちょっと後半 で、はい、触れていこうかなと思いますが、はい、いわゆる何屋さんですかって言ったら、あのこんな感じですよっていうすいません、なんか一言でまとめないといけないんですけど ね、本当は、はい、うん、ね、でもそこで会話が生まれてますねっていうねありがとうございます、はい、はい、でね、そうやってちょっと不思議な感じもするたまちゃんなんですけど、はい、たまちゃんでいいね、はい、たまちゃんでお願いします、やりましょうね、はい、なんですけど、あの前半はちょっとね、ちらおの声部屋っていう収録が流れるので、はい、後半でね、あのちょっと誘惑していこうかなと思ってますので、はい、よろしくお願いしますね、はい、それではそれでは、あ、これを言うの忘れていた、月光読もうね、いつも忘れるわけさ、この番組ではメッセージもお待ちしてますよ。メッセージメールアドレスは761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp ですので、まあ、メールくださいねっていうことと、あと FM コザではユーストリームツイキャスの動画生配信もね同時にしてるので、たまちゃんどんな人だろう顔が見てみたいとかね、はい、ぜひ、ね、見てください、あら、かわいい、手振ってるよはい、ね、ギャラリーに来てもいいですよね、まあそうそう、FM コザのホームページにアクセスしていただけたら、パソコン、スマホなどからもね、あの動画も見れます。そこでのコメントも書き込みできるんで募集していますよ。で今コメントがね、続々来てるんだけど、後藤さんこんばんは、はじめまして、こんばんは、
いみっちゃおじさんから、平安さんこんばんは、あら色白の笑顔が可愛いゲストさんですねってよ癒し系ってか、ね、嬉しいですね。ね、後藤さんがたまちゃん頑張れってよありがとうございます。あ、アッキー、平安お兄様こんばんちは、は生きてるか笑いはいですねはい、でちゃんおかさん、あ出た、平安さんに確定申告、この人ね一応僕職業という税理士事務所に勤めてるので、ああそうなんですね、うん、そうそう、で、はい、平安さんに確定申告、たまちゃん確定申告は平安さんにって分かりました。もうこの人はね平安さん確定申告がねなんかキーワードになってて面白い、この番組以外でもこのキーワードをいっぱい僕です。まあそうやってね、あの気軽にゆるく楽しんでいこうかなと思っています。それではそれではこの、チラオの小部屋をお届けいたしましょうね。作曲家の赤嶺泰史さん、平井真さんらの広い知識と深い欲望で幅広い世界をお届けするチラオの小部屋をお聞きくださいませ。これが22分あるので、だいたい6半ちょっと過ぎぐらいから、うん、でやっていこうね。で今この4択してるのも、うん、あのネットでは流れてるから ね、だから手振ったらいいよ青色申告を忘れずにありがとうございます、はい、まあ、こんな感じでみんな、はい、コメントコメしてくれるのが嬉しいね。嬉しいですね。あのほら皆さんに、まあ、後でもいいんですけど、今この神キジムナーと神中、神中、神中じゃなくて神中ね、神中、神中と思ったはずね、うん、こういう絵本も作ってますよって、かわいいよね。中開けて見せても大丈夫だよね。あ、こんな感じの絵をで、うん、うん、あピオミニチャンネル登録したわ。ありがとうございます。
礼事用紙かな。それでね、あ、そうそうそう、たまってましたから、YouTuber よ、うん、これも YouTuber ね。これも、まあそうですね、それで、ちょっとだけ、あの、広告とか、0.0 何円みたいな。なるほど。はい。あ、それで、お金も入ってきたってことあるの？いや、まだそこまでは、そこまではね、はい、そうなんですね。アドセンスに登録してからやってるの？そうですね。うんうん、YouTube でね、どんくらい、動画は、あの、ちょっとさっき見たんだ、さっき見たんだけど、あの、ちなみに以外にもなんかちょこちょこって別のものも上げたりしてる。あ、そうですね、うん、あの、そうですね、私、グラフィックデザインの仕事してるんですけれども、うん、あの、自宅でイラストレーターっていうデザインソフトを教えたりっていうこともやってるんで、うんうん、で、そうですね、それの宣伝用の動画だったりとか、うん、それはね、見た。あ、ありがとうございます。それ見た。はい、あとはいろいろ何か説明したのか、文字テロップとかを出てきてから、まずは何でも撮ってみないとと思って、うん、ね、そう、イラストレーターを、はい、自宅で、はい、まあ、レクチャーしてるんでしょ。はい、うん、これは 何名ぐらいで、その、まあ、やるときって何名ぐらい。そうですね、基本的にマンツーマンがほとんどですね。ね、はい、うん、今、いろいろ忘れたやつかな、覚えてない。ぜひ、ぜひいらしてください。僕がね、出た頃は、いられの、何かな、アドビになる前か、前、アドビに、あ、何年ぐらいね、見てよ、あ、アドビはイラレか、イラレがアドビ、イラストレーターはもともとアドビか、だったと思う、ね、フラッシュだ、フラッシュ、あ、フラッシュ、フラッシュ、フラッシュは、アドビじゃなくて、マクロメディアだったら、だから、ちょっと忘れてました。ウェブとかも作るの？ウェブも、そうですね、デザインは受けたりとかもしますね、バナーの制作だったりとか、うん、はい、うん、まあ、全体的なデザインとか、うん、そういったことは何で作ってるの？私はイラストレーターっていうふうに使っちゃいますね。それがすごい慣れてて、まあ、操作が早くできるんで。で、もともといわゆるはどこで？専門学校を行ってたんですよ、だいぶ前なんですけど。そこで、うん、高校を卒業して、その後2年間ですね。うん、まあ、いて。まあ、その後、まあ、デザインの業界に入ってっていうような感じです。それで、うん、はい、ウェブを作るんだったらフォトショップの方がいいよっても言われたりする、まあ、両方使ったりはするんですけれども、うん、はい、やっぱりイラストレーターが使いやすいかなって言われてるからね、はい、ついつい忘れちゃったな、あ、何にあったやつに、怖い話、確定申告忘れた時の税務所得にて、うまい、はい、イーチョウさんが、アキちゃん沖縄さんに、アキちゃんに、コザのロビーの前のガラスをコンコン出す、コンコン出す、こっちコンコン出すから、平安さん、え、行ってみたい、え、小指さんが手直しした後の、あ、私の絵を見て、平安さんの絵を見てみたいけど、あんまり描けないよ。今描きましょう、平安さんの似顔絵。あ、描けるの？描けますよ。あ、じゃあ描いてみて。すごい。こんなこともできるの？できますよ、筆ペンで。写せたらいいんですよ。何かの紙に。わかった。お水を、あの、紙あるよ。自由帳あるよ。自由帳？うん。自由帳。カメラ、モニター。
お願いします。似顔絵パンパン描いてくれる。かわいいぞ。かわいいぞ。描いてたら見つかるんですね。そうですね。描くところじゃちょっと難しいやつなんで、これだった方がいいな。じゃあ待ってよ。これだ、これでどうぞ。いや、こっちで、下に降りて描いて、いいよ。はい、いいよ。ね、ツイキャスこれで、はい、OK？ これで大丈夫。今、ユーストリームだっけね。ペッチョチョ。できました。お、すごい。お、どうですか皆さん。こんな感じ？終わります。ありがとうございます。似たみんな。似た。ああ。すごいな。なんか自分見たら変じゃない。変な気持ち。変な感じするね。はい、ちょっとさんですよ。すごい。ありがとう。40笑わんして。誰も買わないやつ。どうせなら平安さんの高級車に似顔絵。俺の高級車ポルシェだからの。平安さんモデルデビューありがとうございます。中野町のカチキさんね。で、似顔絵さんはどうせなら高級車に似顔絵を書いてあげてくださいと。で、アッキーがじゃあそれを視聴者プレゼントしよう。誰も買わない。もらわないはず。そうだろうね。当選者該当しないんだから、ナボちゃんの隣に飾ろう。ああ、ナボちゃんね。後ろ。おお。ナボちゃんの絵があるんですよ。そうだ。ちょっと待って。あれ、平野さんの仕事だからね。仕事なんで？なんかね、こっちに移動して、答えがこっちに移って、このスタジオができて、
あ、うん、あれはね、高橋留美子先生の、正規品で、まあ、量産されてる。量産されてるやつなんだけどさ。ちゃんとした商品や。おお、かわいい平安さん。中野町の形さん。ね、君ちょ、平安さんが何かした時の創作で使える、メールですか。ね、こんなイケメンでしたっけじゃん。こんにちは、この時間初見リンリン、リンリンさん、ありがとうございます。はい、平安さんの高級車をフェラーリ、うん、多分税金対策で、今夜はよく来るんでね、税金払い切れたらいいけどね。うん、もうどんどん子供たちが来るんだと思って、すごく初歩からよく見えますね。ピースしたいです。それは見てないです。まあ、すごいね、こう、やっぱり絵描くのが好きなのかな、こういう。そうですね、好きですね。子供の頃の夢が、絵を描く人って言った覚えがあるんですよ、とても。それがすごく、なんか、残ってて、何か学生から仕事を決めないといけないっていう時に、どうしてもそこから、そこを基準になっているっていう感じはありましたね。だからデザイナーさんだったり、そうですね、まあ、今はね、今、筆ペンで書いてもらったけど、はい、まあ、パソコンの画面で書くってね、いられる、ね、そうですね、はい、ああいうのも、まあ、それは何、ペンで書くの、パソコン、パソコン、書くときは全部マウスですね、そこに見られちゃって、特にペンタブレットとかちょっと使いづらくて、そういうのかな、じゃあこういう風にアナログで書いたやつを読み込ませてみたいな、そういったこともしますね。読み込みはあれはマウス、あれはマウスですね。絵描ける人は描ける、ありがとうございます。描けない、描けない、描けない、すごくアーティスティックな何かが出来上がってくるかもしれない。何描いてるか分からない、ね、もうね、まあそれもあって、いだれを使います。で、いだれで、まあ、習いたい人が教えます。今活動は、まあ、主はあれね、そのデザイン